ワンワン、ワンダホーイ、ワンダーランズショータイムの大鳥 M だよ。M って名前可愛くて面白いでしょ。この名前は私がいつも笑顔でいられますようにって意味とね、聞いた人が面白いと思って笑ってくれますようにっていう2つの意味が込められてるんだよ。どう？どう？笑ってくれた？笑ってくれたら私も嬉しい。それじゃあ早速みんなで一緒にワンダホイポーズをするよ。え？なんでって、なんで？楽しいからやるんだよ。いくよ、せーの、ワンダホイ。ほらほら、つかさくんも、みんなも一緒に、ワンワン、ワンダホイ。本番でお客さんとやるの楽しみだね。どれぐらいの人が来てくれるかな。おじいちゃんと見てた頃みたいにたくさん来てくれるかな。あ、でも目標は高い方がいいよね。だからあの頃よりももっといっぱい、このフェニックスワンダーランドが満員になるぐらいのお客さんに来てほしいな。よーし、そのためにはもっとワンダホイポーズの練習しなきゃ。え？挨拶？あ、そっか、これ挨拶の練習だったっけ。はーい、それじゃあワンダーステージは人が減ってショーができなくてお客さんも来なくて寂しくなっちゃった時期もあったけど、大切な思い出があるステージだから、またショーをやれるようになってすごく嬉しいな。ワンダーステージはね、ショーごとにいろいろな世界に変わるんだよ。たくさんの楽しい世界をみんなに見てもらって、たくさん笑顔になってほしいな。そのために私も頑張るね。それじゃあ最後にみんなでワンダホ。もう、つかさくん、なんで止めるの？さっきから怒ってばっかりだし。あ、もしかしてお腹空いてる？たい焼きあるよ、食べる？今日ここに来る前に買ってきたんだ。いっぱいあるからみんなで食べよう。